けた馬長たちは再び生徒に向けて軍を竹中半兵衛らの活躍で織田、北条、孫吾の後ろ盾を得た今、唯一の気がかりは魏軍の存在、繁盛に近づいた時、懸念は現実のものとなる。生徒への道を塞がんと、その進路に魏軍が展開、さらに背後から包囲される前に一気に突破しなくてはならない。討伐軍は生徒を目指して進軍の速度を上げる。そんな中、馬長、魏軍め、もう追いついてきおったが、このままじゃすぐにここは足を早めて一気に突破せにゃならんな。流行るなよ馬長。敵の指揮を取っとるのはおそらく曹操、お前が長年追ってきた一族の。分かっている、俺たちのもならいい。敵にはジョカという仙人もいるようですね。聖者を図るべき仙人が我らをじゃとならば、この戦私が参りましょう。逃走。参ろうぞ、共に固めた部で敵を撃ちゃ。背後を取られては反撃もままならん。ここは敵を振り切り一気に生徒を目指す。南西の道はすでに断たれてしまったか。北西の道より生徒を目指すぞ。奴らはすでに袋のネズミだ。包囲を絞り追い詰めよう。報告します。曹操率いる敵本隊が接近中とのこと。我らは包囲されつつあるようですね。封じられる前抜け出さぬ。時に変わらぬお見事な武勇、雨土も見入られておりましょう。やべやべ。お前が相手だ。やっぱ俺が戦場で遅れを取るからね。歴史を壊しててもらおうかな。まだ自分か、不足な真似を。私の敵、覚悟していただきますわ。ここを通すわけにはいかんの。見事な武勇にございます。こうもたやすく抜かれるとは慢心があったか。
長、一見にシワが寄っとるぞ。生徒へ急がねばならぬと思う一方、曹操の到着を待ちわびている俺がいる。すまん、秀吉殿。やはり復讐の念を消すことができん。ここまで来りゃあと少しじゃな。わしらはここでしんがりを守る。本体が逃げ切るまで踏ん張るで。生徒に迎えん。苦労だった。お主は手はずどおり楽城へ向かえ。やれ、人使いの荒いことですね。現れたか曹操。逃げ道は塞がれ、後ろには大軍。これも敵の頭を潰すしかねえ。私は何をなそうとしている。さっきに苦する者らにその真意を正す。うるせえ。ラチョ、わしらは曹操を倒さねえんだな。だから止めはせん。で
けどな。今お前がなすべきこと、正義っちゅうやつをもう一回考えてみてくれ。剣を打つ何時にでも成し遂げ、その天下無双の気概素敵です。申し分ない働きだ。いい戦ぶりだ。至極に存ずる。次こそ我が知略でお前を倒す。お見事な武勇にございます。拙者が参る。お任せ。拙者が参る。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。わしが相手となる。そこはあるまい。偉人として受けぬわけには参らぬな。大した気迫よ。見極めねばならぬな、その源を。いかに世界が変わろうと貴様への恨みは消えぬ。だがこの世界には貴様が必要だ。正しき義を貫くため、ひととき復讐の刃を。ひたすらに武の道を進むのみ。かぐやから話は聞いた。どうやら我々の予想を超える事態が進行し、その鍵をダッキが握っているか。ダッキの後手に回るわけにはいくまい。人間の未来がかかっている。龍、信玄、剣士、孫権、氏康、信、これよりは全ての人が手を携え事態に立ち向かうのだ。これぞ修行の成果。おい、さすがだな。お、お見事。